企業や自治体を取り巻く環境が複雑化し、地域の住民や自治体、そして企業が連携し、その地域を共に作っていくことが求められています。それでは地域全体で持続可能な社会を実現していくにはどうすればよいのでしょうか。これはそんな課題を解決した一つの物語。エプソンは地球環境の保全、そして社会課題の解決に取り組んできました。そこで誕生したのが乾式オフィス正式ペーパーラボ。使用済みの紙から新たな紙を生み出すことで、木材資源の節約、CO2 の排出を実質ゼロに抑え、水使用量の削減にも貢献します。そしてこのペーパーラボが地域をつなげていることをご存知でしたか？これは紙資源を地域社会で循環させ、持続可能な社会を目指す企業と地域のお話。ちょっと気になりませんか？とある地域では市役所や地域の企業、学校から古紙を回収し、ペーパーラボを使ってアップサイクル品を作っています。そしてどういったアップサイクル品を作るかは、地域の中学校の授業で出たアイデアを生かしています。さらにアップサイクル品の価値を考える授業や SDGs の認知を広げていくためのディスカッションを行うなど、地域全体で持続可能な街づくりへの取り組みを実現することに成功したのです。オフィスで完結する小さく新しい資源サイクル、ペーパーラボ。乾式オフィス正式ペーパーラボ、ぜひ丸の内ショールームにお越しいただき、使用済みのコピー用紙から新たな紙ができるまでのスピードや出来上がった紙の質感など、いろいろ体感してみてください。導入に関する疑問は様々、お気軽にご相談ください。ショールームではその他にも最新製品の体験やエプソンが取り組む社会課題の事例なども紹介しております。ペーパーラボのご見学はペーパーラボお問い合わせページからお気軽にお問い合わせください。